神宮寺ゆうタと平野耀の渡べデビュー、岸ユうとの関連を解剖。芸能界において新たな才能やグループが登場することは日常茶飯事です。2023年においてもジャニーズ事務所から派生した新たな芸能事務所渡べはその中でも注目を浴びています。特に元キングプリンスへの神宮寺ゆうタと平野耀が所属する渡べ。トベ からデビューした、イムップについては、その興奮が広がっています。しかし、そのデビューには興味深い背後にある物語が存在します。この記事では、イムップのデビュー、所属メンバーの経緯、そして、シユうとの関連について詳しく掘り下げてみたいと思います。イムップの衝撃的なデビュー。2023年8月18日深夜0時、芸能事務所、とべ、 から所属するボーイズグループ、イムップは、デジタルシングル、クルージンを世界同時配信でリリースしました。驚くべきことに、わずか14分後、X、旧ツイッター、e r 上で、クルージンが日本トレンド1位となり、一夜にして話題になりました。これは芸能界における異例のスピードでの成功と言えるでしょう。 イムップは2020年10月にジャニーズ事務所からインパクトオーズとして活動を開始しました。そして2023年5月にはジャニーズ事務所を退除し、7月14日に新たに滝沢秀明氏が率いる新事務所、戸辺への所属が発表され、グループ名をイムップに改名しました。 このスピーディな所属変更とデビューには多くのファンから驚きと期待が寄せられました。トベのメンバー編成とその背後にあるストーリー。イムップがトベに所属することになった背後には芸能界で既でに知られた顔ぶれが存在しています。 特に、元 V6 の三宅県、元キングプリンスへの神宮寺優太、平野らの仕様がすでに、トべ、に合流しており、新たな展開に期待が高まっています。神宮寺優太と平野の仕様は、もともと、とべ、に介入しており、その人気は絶大です。しかし、興味深いことに、イムップ、が、トべ、からのデビューにおいて、彼らは後発となりました。 一般的な理解では、既存のメンバーが新グループを結成する際、早くから楽曲制作を始め、デビューを果たすのが通例です。しかし、なぜ神宮寺雄太と平野志耀がイムップよりも後発としてデビューしたのでしょうか。これについて芸能関係者や業界の噂が存在しています。特に、岸士太との関連性が注目されています。 岸シユータは元キングプリンスへのメンバーであり、2023年9月30日にジャニーズ事務所を退所することが決まっています。その後、飛べへの介入が噂されており、その可能性が高まったとされています。この事実は、神宮寺ユータと平野志陽がイムップのデビューを待つ理由についての一因とされています。専門家の見解。 この状況について芸能ジャーナリストの一人は次のように述べています。同じ元金プリの神宮寺平野はイムップより先に飛べに合流していましたが、デルーはイムップが先になりました。神宮寺平野は十分人気があるので、すでに楽曲を発表していてもおかしくないのに順番が逆になったのは、騎士の参加を待って3人で活動するからとの見方があります。 この見解からわかるように、神宮寺ゆ太と平野耀は早くから、戸部に所属していたにもかかわらず、デビューが遅れた背後には、岸ゆ太の加入に関する計画が存在した可能性が高いと言えます。戸部の今後の展望。イムップのデビューを皮切りに、戸部は注目を浴びる事務所として、その名を高めています。しかし、これには、やめじゃに。 と呼ばれる芸能界からのジャニーズ事務所出身者が集結する要素も含まれています。さらに、オーディションで発掘した新人のお披露目も待たれており、今後の展開には大いに期待が寄せられています。とべ、は、ジャニーズ事務所出身者だけでなく、新たな才能を発掘し、育てる意欲を持っていることが明らかです。そのため、 今後の活動やグループ編成についても注目が集まるでしょう。一方で、岸優太が、トベ、に介入する可能性も依然として話題となっており、その動向にも注目が集まっています。芸能事務所、トベ、からデジタルシングル、クルージン、で世界同時配信デビューを果たした、イムップ。このデビューには、所属メンバーの経歴や、やめじゃに、からの参加者。 そして、シユうとの関連が絡み合っています。神宮寺ゆうと平野紫陽が、と部に先に所属しながらも、デビューが後発となった背後には興味深い事情が存在し、今後の展開に注目が集まっています。と部は、今後も芸能界で新たな波を起こす存在として注目を浴びており、その発展には多くのファンと業界関係者が期待しています。 一方で、渡べに介入する可能性が高まった岸優太の動向も芸能ニュースの一つとして注目され、芸能界の今後に大きな影響を与えるでしょう。今後の渡べの展望については、引き続き注視していく必要があります。